エンゼルスから FA となった大谷翔平投手29が16日、日本時間17日、21年以来2年ぶりに史上初の2度目の満票でアリーグ MVP に輝いた。本主取材によると受賞発表時に脇に抱えていたコーイケルホンディエイヌは自身が最近飼い始めた愛犬と判明。来期所属先の決断はもうすぐで、これまでも日本ハム入団。 メジャー挑戦など、野球人生の天気にはそばにいつも犬が寄り添ってきた。愛犬に癒される大谷に、誰もが癒されたに違いない。大リーグ専門局の発表中継に、シーズン中よりふっくらした印象の顔つきで登場。毛色が茶と白の犬を抱きかかえ、ニュな表情だった。犬が腕をすり抜けようとすると、もうちょっとさ、頑張ろうよ、と甘い声で呼びかける場面も。 44本塁打で日本選手初の本塁打王に輝き、投手で10勝。受賞が発表されると、自身の左手と犬の前足でハイタッチ。犬の頭にはキスをし、個人的にこうやって得れて特別、と笑みを浮かべた。投票権を持つ記者全員が1位票を投じた。現行制度となった31年以降、満票選出は21年の大谷を含め19人いたが、 2度目の満票受賞は初めて。だが、大リーグ公式サイトが、大谷の犬が真の MVP と着目するほど愛犬が話題をさらった。近い関係者は、最近買い出したそうだ、と証言し、大谷の愛犬と判明。オランダ産の小型犬の一種である、コーイケルホンリエ、と見られる。この日はリハビリ拠点のアリゾナ州で歓喜に沸いたという。 犬と人生を歩んできた。岩手県の実家で飼っていたゴールデンレトリバーの愛犬、エースが、難航した日本ハムとの契約交渉の雰囲気を和ませて、入団の縁を結んだ逸話は有名。メジャー挑戦を表明した17年11月11日は、同年7月に亡くなったエースの誕生日で、犬にも感謝している、と語った。 18年秋の前回右肘手術後は担当トレーナーの愛犬とじゃれ合い、気落ちした心が自然と安らいだこともあった。2度目の右肘手術から約2ヶ月が経過。怪我は順調に、1回目よりも感じ的にはスムーズに来ている感覚はある、と強調した。来期は打者に専念し、投手復帰は25年。焦らずにやりたいなと思う反面、 しっかり来季までに間に合わせてプレイしたいなという気持ち。大きな決断を下す大谷のそばにはいつも犬が寄り添ってきた。注目の来季所属先は、早ければ今月中にも決まる可能性がある。柳原直行、こういける本ディエをらんだ原産の猟犬で、日本では100頭前後しか登録がない。ビーグル犬のような外見で、第二次世界大戦後に一時は絶滅寸前ともなった。 世界的にも希少な種。性格は陽気で忠実であり、大らかとされる。